皆さんこんにちは、京都生まれ京都育ち今も京都に住んでます組着物リクリエイターの久美子と申します。よろしくお願いいたします。はい、そう今日もですねぜひ皆さんにそうご注文で作らせていただく帯の柄をねご紹介させてもらおうと思います。それではスタート。はい、ということでじゃあねそのおあつらいで作らせていただく帯の柄のご紹介は本日はこちらでございます。はい、これもそう嫌いな人はいないんじゃないでしょうか。そうです、いわゆる貝合わせの柄でございます。これがね一応名古屋帯の柄でね、これも全て手書きなんですけど可愛くないですか。一応ねちょっとおめでたい感じのね柄とかも入ってるので、まあ白地ですからねもう本当にどんな色の帯でも合わせやすいんじゃないかなと思います。まあね私はこういう組み合わせがいいんじゃないかなっていう着物があるので、ぜひねちょっとそれを今から皆さんにご紹介させてもらおうと思うのでちょっとお待ちくださいね。はい、着付けが終わりました。本日のお着物はそうこれもね飛び柄の小紋にリクリエイドさせていただいたお着物に合わせてみました。まあねこういうやっぱ貝合わせの柄っていうのはやっぱすごく人気ありますよね。特にやっぱりこういうちょっとおめでたい柄っていうのも、まあ、特にねこの辺なんかも季節とかも関係ないですし、まあ、ずっと本当にね安心して締めていただけるんじゃないかなと思います。でね、まあ、本当にこう一つ一つの柄がちょっとね、まあ、色の出方にしてもやっぱ手書きならではの本当にねこう優しい雰囲気で書かれてるのですごいねなんか本当にね誰でもがお好きというかすごくこれはね万人受け。でも万人受けと言ってもなかなかこういうね手書きの貝合わせの柄っていうのはこういう書き方の人たちはすごく珍しい感じじゃないので、まあ、ずっと使える柄でねすごくいいんじゃないかなと思います。はい、で一応前の柄がこんな感じでございますね。もうほんまに優しい雰囲気でなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと今回はね帯締めは、まあ、着物の色に合わせてちょっとねこう黄色、まあ、黄色もね結構ポイントになって可愛いと思います。でまあね、帯が白地に黄色なのでちょっと淡いところなのでちょっと締め色として帯揚げは、はい、こちらのね襟ひでさんのそう絞りのねちょっと紫地のにさしてもらいました。バランス的にもねすごい綺麗だと思います。でまあこちらの帯とかもそうあの前回前々回と同じような感じの砂子のね、そう、砂に子供って書いて砂子っていう素材で使っておりますので、もしね、サイズ的に長尺っていうことがご希望であれば、そういうことでね、作らせていただくことも可能ではございます。まあね、こういう柄もね、もう本当に飽きずにずっと使いいただけるので、なかなかいい感じだと思います。はい、ということで、本日はね、そう、こちらの貝合わせのね、柄のご紹介でございました。ありがとうございます。まあね、ちょっとほんまに、そう、白地なんでね、ちょっと色が飛んでるところはあるかなと思うんですが、そう、実際はね、もっとくっきりはっきりと柄としては見える感じにはなってるかなと思います。まあね、ほんまに白地なんで、この辺はね、そう、色々とまた合わせやすいんじゃないかなと思います。もしですね、もしも、例えば私ちょっと白地はな、例えば色がつけてほしいなっていう方は、まあ、そういうこともねオプションにはなるんですが、一応ご相談ということもできますので、またよかったらねそうコメントでもいいですし LINE からでもねよかったらいつでもねお問い合わせの方またお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。ではこちらの方のそう今回のね買い合わせの方のお値段なんですが、こちらは、お仕立て上がりの69,800円になります。でまあ、さっきもお話ししましたけども、こちらも長尺っていう形で、対応させてもらっておあつらいでお作りするっていうこともできますので、またねそういう方もよかったら個別でね、お問い合わせの方していただいたらいいんじゃないかなと思います。でまあ納期の方も一応約1ヶ月ぐらいでできるかなと思います。
基本的にはね、決済は一応ベースっていうネットショップなんですが、一応ラクマ、ペイペイ、フリマの方でもまた別途ね、一応そちらの方は対応させていただきますので、もしね、そちらの決済の方でご希望の方はまた LINE の方でね、直接お問い合わせいただきました対応の方もさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということでね、今日は本日はそう、こちらのね、買い合わせの帯のご紹介でございました。またね、今日の動画がいいねと思った方、いいねボタン、そう、またコメントとかもね、お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。あとね、そう、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までご視聴の方、ありがとうございました。じゃあねー。